ミヤマホウジロは、スズメモクホウジロカホウジロ属に分類される鳥類の一種。ユーラシア大陸東部の大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ロシア南東部に分布する。夏季に、中華人民共和国や朝鮮半島、ウスリーなどで繁殖し、冬季には中華人民共和国南部や日本、台湾へ南下し越冬する。日本では冬季に、 元亜種が主に本州中部以西、四国、九州に飛来する。東日本での越冬数は少ない。広島県や長崎県では繁殖例がある。和名の三山は山奥ではなく遠隔地を指し、以前は朝鮮半島での繁殖は確認されていたものの、日本での繁殖が確認されていなかったことに由来する。全長が約16センチメートル、翼海町が 約21センチメートル。雌雄ともに、頭頂の羽毛が伸長する。お葉の色彩は、褐色で、外側の2枚ずつに白い斑紋が入る。種照明のエレイゲンスは、優雅なのい。オスは、寒羽が、より発達する。腹部は、白い羽毛で覆われる。目上部にある、眉状の斑紋や喉は黄色で、くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く黒い。 筋状の反紋が入る。胸部に三角形の黒い反紋が入る。メスは喉から胸部は泡褐色、腹部はオ白色の羽毛で覆われる。眉藩は高褐色。キマユホ眉ジロに似ているが、オスはキマユホ眉ジロが眉線の実が黄色に対して眉線と喉部が黄色。平地から丘陵にかけての明けた森林や林園に生息する。 広い草地や農耕地の中央部など開けた場所に出ることはほとんどない。公園でも見られる。陶器には小規模な群れを形成し生活し、他の同族の種と混群することもある。危険を感じると地表から飛翔式の絵へ逃げる。植生は植物食傾向の強い雑食で種子、昆虫、クモ類などを食べる。地表で採食を行う。繁殖形態は乱生。 草の根元に苔や獣毛を組み合わせた皿状の巣を作り、ロシアでは5の6月に4から5個の卵を産む。繁殖期にオスは、チーチュチュリチュルルチーチュリチチ,リチと、早口でさえずる。希少は小さな波形。地鳴きの声はチッチ。ワトリ4品の一つであった。以下の亜種に分類されている。国際自然保護連合により、2004年から、 レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。